うん、ルシエランから聞いたんだ。間違いないと思うよ。そうだったのか。いや、ああそうだ、君にも聞いてもらった方がいいかも。少し時間ある？うん、わかった。ブルーダーにはちょっと繰り返しになっちゃうね。問題ない。で、話っていうのはドールスのこと。君も気づいてると思うけど、ドールスとスターレスは類似点が多い。見た目や動き、他にもいろいろと。例えば、君たちがレゾルの森で戦ったのは、ナグルスやペダスに似てたみたいだね。まあ、それも当然でね。ドールスはスターレスを模して作られたらしいんだ。つまり、奴らは仮想敵だったんだよ。スターレスと戦うためのね。まさか、そんなことになっていたとはな。まあ、でもそれを言ったら、このハルファの全てがそうだからね。草原や湿原、森林や山地、どれも人工的なものなんだよ。いろんな惑星をモデルにしたらしいね。その特徴的な生態系を組み合わせたんだってさ。スターレスとのあらゆる戦いを想定してね。建物なんかももちろん同じ。例えばトレイニアとか、あれはやっぱり訓練施設だったんだよ。僕たちはドールスと戦うために利用してたけど、でも実は対スターレスのために力をつけていたってわけ。うん。私たちは完全にゼフェットの手のひらの上で。まあだからこそハルファを再調査する必要があるんだよ。うむ、そうだな。そこまで計算されて作られているのであれば、スターレスに対抗する糸口がどこかに眠っているかもしれない。
君か。ちょうどいいところに来てくれた。最近のアイナについて何か気になることはないだろうか。そうか、それならいい。聞いているかもしれないが、アイナには新設された訓練隊の教官役をお願いしている。教える側に立つのは彼女にとって初めてのことだ。少なからず不安や迷いがあるだろう。当面は私も訓練には立ち会うつもりだが。うん、できる限りサポートするつもりだ。スターレスへの脅威からこのところ戦闘団への志願者が増えていてな。相対的に教官役が不足している。そこで
アイナが加わってくれるのはとてもありがたい。彼女には人を引きつける力がある。多くの戦いを経て経験も積んだ。今のアイナはリーダーとしても適任だろう。最初は武器の扱いもおぼつかなかった彼女がこれだけの成長を遂げたのは正直驚きだ。その体験を後進にも伝えてもらいたいと思っている。いずれにせよ、まずは実践してみての話だな。君の方でも何か気づいたことがあったら教えてくれ。これね。どうかな、似合ってる？これから新入隊員の訓練に行くところでね、新しい服にしてみたんだ。とりあえずは形だけでも教官らしくってことで着てみたんだけど。本当に？君がそう言うなら大丈夫かな。正直に言うと、まだ不安なんだ。今まで他の人に何か教えたことなんてないから、うまくできるか自信ないし、私が教官役でついてきてくれるのかなって。でも、今までとやることが変わっても、みんなの役に立ちたいって気持ちは変わらない。だから、精一杯やってみるつもり。それにマノンだって頑張ってるんだから、負けてられないよね。それじゃ私はもう行くね。よーし、後輩たちにいいところ見せるぞ。相変わらず気配を消すのがうまいわね。それよりアイナの話聞いたわ。指導教官として新人の育成を任されたそうね。一人で大丈夫かしら。でも彼女は適応力が高いからきっとやれるはず。私も頑張らないといけないわね。ええ、
ルシエルにいた頃はハルファのことは何でも知っているつもりでいたけれど、今は知らないことの方が多いと感じているわ。ルシエルからの操作がなくてもハルファは生態系が維持されるようになっている。そうした部分は完全に自動化されているから私たちも構造は理解していないの。ハルファで製造されるドールズについても。今すぐには。まずは各地のエネルギー供給について調べてみるつもり。あとはドールズの製造プロセスを改めて確認するわ。ええ、必ず。私のことはいいわ。あなたはアイナのことを見ていてあげて。私は本当に大丈夫だから。それじゃあ行くわね。あなたも頑張って。おや、こんなところで何を？もしかしてマノンに会いに？でしたら彼女はここにはいません。別の場所で調査をしています。ええ、うまくやっていると思います。マノンに疑いの目を向けていた者たちも彼女を見直し始めています。彼女の貢献が彼らの意識を変えさせているのでしょう。ただ当の本人はタイの中での距離感を測りかねているようです。それも調査が進むことで自然と良くなっていくとは思いますが。ところで、あなたは彼女の持つ不思議な力について何か知っていますか？ええ、気づいていないですか。ニルス・スティアとの戦いの時、彼女が見せた力のことです。思い出しましたか？あの強力な力は何なのでしょう。そうですよね。最近のマノンは調査の中でその力を頻繁に使っているようなのです。調査隊や周囲の者たちを助けるために。おかげで犠牲もなく調査は進んでいるのですが、どこか危うさを感じます。かつてのブレン隊長も常に矢面に立って敵をなぎ払っていました。火花を失った心の空白を埋めるように、それと同じものを今の彼女に感じるのです。あなたになら話せることもあると思います。檻を見てそれとなく聞いてみてください。よろしくお願いします。はあ、
もしかして私の様子を見に？心配性ね。そう、あれだけやればそうなるわね。あなたにはきちんと説明しておくわ。私が使っているのはオーバーブーストと呼ばれるもの。アルファでの任務のためゼフェットから与えられた力なの。ただし緊急時以外には使用を制限されていた。私の正体を悟られないためにね。でも今はその力を隠す必要がない。だから積極的に使っているというだけよ。無茶なんてしていない。大丈夫よ。素早くそして安全に調査を進めるためにうまく活用しているつもり。他の調査隊員からも喜ばれているわ。それよりもあなたの方はどうなのかしら。私のことよりもあなたの話を聞かせて。